僕、まあバカなんで自己分析が多分足りてないですと。何をしてあげたいですか。形らしくていいかなと思うね。ろくな人間なる気がしないです。はい、ルールについて1点変更があります。採用ジャッジの際に条件付きでの内定か通常の内定かで出していただいてたんですが、もし条件付きで内定を出される場合はそこのにある箱をの中身を出してもらって条件付きの内定を出しますっていうのを後で出していただくような形になります。あの令和の虎でいうだるまです。そうです、だるまです。だるまと同じような、はい、これあえて見せないわけですね。そうです、あえて見せないわけですね、はいはい、それでは就活サバイバルネオを始めていきます。求職者の方ご入室ください。失礼します。今宵も一人の求職者が自らの価値を伝えるべく社長たちへ挑む。それではお名前と希望する職種、希望年収をお願いします。栗原壮介です。城西大学経済学部経済学科から来ました。希望年収は500万で希望職種は営業職です。本日はよろしくお願いいたします。それではプレゼンをお願いします。はい、本日ここの就活サバイバルネオさんに出演させていただいた理由が、一つ目がまず同世代に負けたくないというところ、二つ目が男のロールモデルになる、こちら大きく二つに分けてこちら出演理由、出演することを選びました。まず一つ目の同世代に負けたくないというところで、僕は小学校1年生から高校3年まで12年間野球一筋で来ました。で正直、まあ、野球人生振り返ると、まあ、一言で言えば負けてしまいました。まあ中学校高校と、まあ、レベルの高いところではプレーさせていただいて、で中学校の時のチームは、まあ、全国大会に出場したり、自分の高校はですね高校3年の時にチームとしては甲子園に出場して甲子園のベスト16っていうところまで行きました。でも正直自分最後の最後でベンチ入りできず落とされてしまったというところで、すごい野球人生振り返ってみた時にすごいちょっとほろ苦い思い出というか、ちょっと本当悔しい思いが強いなっていうところ、まあ、正直振り返った時に野球人生というのは人生の中ですごいたった1ページというところで、仕事がまあこれからしっかり向き合っていかないといけないというところなので、ここからは同世代より絶対に稼いで誰にも負けたくないというところ、こちらも強い思いを常に持っていたの でこちらの理由としてこちら出演に選びました。2つ目です。男のロールモデルになるというところで、やっぱ常にこの先はかっこいい男でいたいというところがあって、営業職というのはやっぱり第一印象で決まると思っていて、しっかり見た目もやっぱしっかりしてないといけないし、もちろん心の面もですね今後鍛えていかなければいけないなと思っています。やっぱ正直自分の中で男のロールモデルっていうのが、まあ、自分ずっと野球の方をやってきたので、やっぱ大谷翔平っていうところがすごいもう自分の中でのロールモデルってなっていて、大谷翔平の、まあ、いいところっていうと、やっぱり、まあ、もちろん野球は上手いところはそうなんですけど、しっかり向き合うところだったりとか、まあ、努力をまあ、表に出さない、いい風に見せないっていうところはすごいかっこいいなと思っていて、目標に対して努力し続けるっていうところがすごいかっこいいなと思っております。もちろんその体が大きかったりとか、まあ、隣に綺麗な奥さんがいたりとか、もう男として本当に憧れの存在です。で今の現在の状況です。今は、長期インターンの方に参加していて、大学生のうちに営業力の基礎を学んで営業マンとしての土台を作っていきたいなと思っております。で今趣味は筋トレっていうところで、まあ、男のロールモデルになるっていうところにつながってくると思うんですけど、やっぱりその、まあ、休みの日はしっかりジムに通って自分の思い描く男性像になるために、体と、まあ、もちろん心の方も鍛えております。で最後にこのような機会、こうやって出演させていただくことは自分の人生の中でもすごい大きなチャンスの一つだと思っていて、このチャンスをしっかりものにしたいっていうところで、正直、まあ、誰よりも稼ぎたいっていう思いがあるんですけど、新卒でこの500万提示させていただくっていうところは正直自分の中でもやっぱ社会的にも、まあ、ありえないところだなと正直思っています。でもこう出演するまでに自分でしっかり考え直して、社長さんのもとで働けるんだったら自分も500万に見合った男になれるっていうところ、若いうちにやっぱり早く稼いで親にも恩返ししたいし、親だけじゃなく祖父母といったところにも恩返ししていきたいなと思うので、今回この500万っていうところを提示させていただきました。プレゼンは以上になります。ご清聴ありがとうございました。ではプレゼンありがとうございます。社長方何かご質問等あればお願いします。はい、お願いします。就活サバイバルネオの挑戦理由のところに男のロールモデルになるっていうふうに記載されていて、はい、JHR 株式会社取締役吉田圭介、
東京、大阪、名古屋の3拠点の統括に従事し、人材紹介、派遣、BPO 事業、コンサルティング事業と多岐に事業を展開。転職をサポートしてきた求職者は3000人を超える。現在はこれまで培ってきたマーケティング、営業、採用戦略のノウハウをもとに、人材紹介会社の事業コンサルティングにも携わる。今宵も求職者に寄り添った提案で、新たな選択を導き出す。栗原さんにとっての、今のロールモデル、どんな方が今自分が目指していきたいなと思うような方なのか、具体的な人物とかっていますか？具体的な人物っていうのは、先ほどもちょっと挙げさせていただいたんですけど、業界とかは違うんですけど、スポーツ界でやっぱ大谷翔平っていうところがいるので、やっぱりしっかりやっぱ稼いでるっていうところもありますし、やっぱ若いうちにしっかり稼いで、30歳とかになった時にやっぱりその余裕のある男性だったりとか、やっぱりお金持ってる人ってすごい、社長さん方も含めて余裕のある男だなとは思っていて、それがやっぱ若いうちにできれば、本当これから人生の、プランというところもしっかり成り立っていくっていうところも成り立っていくと思いますし、やっぱその、一人だけいい思いするんじゃなくて、今までお世話になってきた方だったりとか、一緒にこれから仕事していく人たちみんなにしっかりいい思いして、自分が引っ張っていける存在になりたいなとは思っております。自分自身の考え方を育むためだったりとか、なんか日々なんだろうな、人としての成長をさせるためにされている努力ってありますか？正直野球しかしてこなかったので、その仕事だったりとか、自分のなんかタスク量だったりとか、そういったところ今課題だなと思っていて、言っちゃえば正直僕、バカなんで、マルチタスクができないなっていうふうには思っていて、やっぱり一個のことにしかこれまで集中してこなかったので、仕事をつくとやっぱりその周りのことにも目を向けないといけなくなるし、自分の考えだったりとかだけじゃなくて、周りの考えをしっかり把握してそれをしっかり伝えていきたいっていうところが自分の中であるので、そこはまだでも今の自分の課題だなとは思っております。わかりました、ありがとうございます。他何か質問等があれば。意外とないですね。意外に田代さんはそうです、ちょっとブレなのかなっていうところですと。株式会社アドレックス代表田代隼人、ベストベンチャー100に3年連続選出されている、東京で最も勢いのあるベンチャー企業経営者。1000サイト以上のウェブマーケティングに携わった経験を持ち、現在はデジタル広告代理店として日本のみならず、アメリカ、ニューヨークに支店を構え、総取扱い広告費なんと100億超え。今宵は全世界で戦う経営者目線から求職者を叩き直す。同世代に負けたくないっていうのと、男のロールモデルになるっていうのが少しターゲットがまずブレていて、同世代に負けてたらそもそもその年収はまず出ませんと、はい、で次に男のロールモデルになる、これ20代、30代、40代、50代、60代、男って幅広いんです。そのデモグラの分析がどこまで進んでいて、じゃあ20代の時にはどういうふうに思われたいのか、30代の時にどう思われたいのかっていうブレイクダウンが多分できてないと。でなぜそれをやりたいかっていうと、これ皆さんに言うんですけど、自己分析が多分足りてないですと。野球で主役になれなかった、ここでまずそれなのにまだ大谷君を目指していると。だとしたら最後まで大谷君を目指して超えた方がいいんじゃないかなと僕は思いますと。でロールモデルにする人が大谷君だった時に、大谷君の発言とかをもう少し勉強した方がよくて、彼はそのなりたい人いないって言ってますもんね。はい、言ってます。はい、じゃあもうその時点で違うっていうことだと思うんですよ。今のままだともう型がないんで、型なしの状態っていう形なので、目指すところが何なのかっていうブレイクダウンをもっとしっかりした方がいいです。はい、今いくつなんでしたっけ？株式会社ピナイインターナショナル代表茂木哲也、会社経営23年、これまで3社を M&A し売却、現在は外国人人材リーディングカンパニーを掲げ、業績急拡大中のフィリピン人専門のピナイ家事代行サービスを運営、令和の虎をこよなく愛し、リベンジ版タイガーファンディングの主催も務める。今宵も虎の眼差しで求職者を選別する。今20歳で今年21になります。二十歳か、はい、でもさ、二十歳だったらさ、金欲しいよな、で、ね、女の子にモテたいよな。モテたい。もう俺もそのぐらいしかなかったな、二十歳の時は、はい、思考回路として。だちょっとなんか栗原君の言ってることは非常に気持ちはよくわかりますよ、はい。それはそのまま書くのかっていう話だけどね、はい、なんかもうちょっと頭使おうよとは思うけど、はいはい、仕事に求めるものってさっきから聞いてると、基本金さえたくさんもらえればいいのかなっていうふうにも思えちゃうんだけど、そういうことでいいんですか？正直言えばとにかく稼ぎたいっていう気持ちはあります、うん、やっぱスポーツっていうのは正直なんか矛盾というか結構理不尽な世界
だなと思っていて、営業職もやっぱ理不尽の世界の連続だと正直思っていて、その野球やってきた上でそのまあ理不尽だったっていうところはもう経験してきたので、まあ、そこは自分の強みだなと思っていて、これがあの営業職になってもメンタル的なところは自分の中の強みだなとは思っています。いや、栗原君話が長い割に全く答えてもらってないんだけど実は、はい、でちょっと質問変えるね。500万円年収もらえる仕事と300万円年収もらえる仕事があるの、うん、で300万円の方がちょっと面白そうだなと思ってるわけ。でもこっちは500万円もらえるの、どっち選びますかみたいな、うん、もうすごいシンプルに言えば、うん、そこは500万の方自分だったら選ぶのね、はい、なるほどなるほど。とりあえず今は1円でも多く稼ぐってことがもう価値観の中心ってことでいいのかな。そうですね、うん、はい。なんか茂木社長がおっしゃっていることがまさにその通りなのかなと思っていて、はい、なんかそういう栗原さんにとって大事な信念とか理念みたいなところを聞きたいなと思っていて、今なんかお金以外の部分で大事にされているものとか人とかって何がありますか。やっぱ大事にしているものは、うん、まあ、自分の中でやっぱ祖父母っていう存在がすごく大きくて、うん、自分いとこが8人ぐらいいるんですけど、その中でも一番上だったんですね、うん、なので一番やっぱ可愛がられてきたっていう自負があって、で僕は早いうちにやっぱそれを祖父母に返したいと思っていて、うん、なので祖父母にもいい思いしてあげる、させてあげたいっていうのが一つありますね、はい、いい思いって具体的に何をしてあげたいですか、うん、まあ、具体的に言うと自分がまあ車に乗せて遠く連れてってあげたりとか、あとは何だろうな、まあ、その美味しいものだったりとかをまあしっかり食べさせてあげたいなと。なんかそこを多分もっと具体的にした方が、はい、多分信念がもっと強いものになると思うので、はい、なんかちょっと惜しいなっていうふうに感じてしまうのは多分そこにあるかもしれないですね、はい、会長はいかがですか。500万円なんて新卒ありえないって言い方するじゃない。取り合いなグループ会長三浦哲郎、グループ会社8社のトップに立ち、リユース業の仕入れから販売オークションまでの全ての工程を自社で行う。買取専門店小屋市屋のフランチャイズ化や鑑定士学校アイジョブの代表理事も務め、グループ年商は180億を超える。今宵も自慢の目利きで求職者に新たな可能性を見出す。ありえないなんて、俺は250万とか300万のがありえないと思ってるんですよ。だから500万もらえて当たり前だ、1000万もらえて当たり前だと思って、1億円稼げて当たり前だと思って社会にいるんですよ、はい、で自分はバカだって言ったけど、僕は自分は天才だと思ってるんですよ。そうやって言い聞かせてきたんですよ、周りにも。だから一度たりとも僕若い時にマルチタスクができないとか頭が良くないなんて周りにいたことないし、僕は絶対できるし可能性があるからみんなついてきてほしいし僕を信じてほしいっていうマインドを自分に落とし込んでたんですよ、はい、だからこそ人がついてくるんですよ。だから多分ここにいる人たちがそのまだ20代の時に僕バカだけどお金持ちになりたいんだよねなんて言った人多分一人もいないと思うんですよ。もっと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 落とし込まなきゃダメ、自分に対して。自分は成功するっていうイメージをもっと落とし込んで、はい、別に何者になりたいわけじゃなくて、あるべく自分になりたいと思うことが大事、はい、っていうのは僕のアドバイスで、ちょっと質問になってないんだけど、アドバイス、それがないと成功しないよって、はい、うん、それがちょっと足りないなって。本当に自分はバカだって言ってたらバカになっちゃうからね。そうです、自分はあの賢い天才だって言って、はい、天才に近づけばいいじゃないっていうのが今聞いてた印象です、はい、うん、これからちょっとロープレでね、なんとか、うん、はい、実力見せてもらいたいなと思うので、はい、頑張ってください。ありがとうございます。ではスキルチャレンジに移っていきたいと思います。で今回も営業職を希望されているので営業のスキルチャレンジになります。レンさんお願いします。こちらからお寄せください、はい、はい、じゃあお題の発表をお願いします。ピラティスでお願いします、はい、今回のお題は、ピラティスです。条件は月10万円の3ヶ月契約で、こちらが週2回各1時間マンツーマンレッスンを行うことができます。でこちらピラティスですが、あの姿勢改善だったりあのダイエット効果っていう効果がございます。では会場の移動をお願いします。就活サバイバルネオでは動画に出演したい社長さんを募集しています。詳しくは概要欄からお問い合わせください。この対決は5分以内で決められたお題を求職者と営業のプロそれぞれがロープレを行い、どちらの営業が良かったかをジャッジするという企画である。そしてロープレサバイバル四天王の中から今回の対決相手となる営業のプロは、
株式会社 CBT ソリューションズ神尾優也。アルバイトしながら YouTube 活動をし、登録者2万人まで達成する。就活サバイバルセカンドで見事優勝。就活サバイバルネオにも出演し、野口社長の会社に内定となる。第2回ロープレサバイバルでは3位となり、プロ役として活躍している。果たして求職者はジャイアントキリングを成し遂げることはできるのか。それではこれより営業ロープレバトルを行っていただきます。まず先行が求職者の栗原さん、で後攻が第2回ロープレサバイバルで3位を獲得されたプロ役の神尾さんの順に行っていただきたいと思います。それでは栗原さん、営業されるお相手を社長方の中からお選びください。はい、吉田さんお願いします。吉田社長お願いします。はい、亀井さんの調査よろしくお願いいたします。それではですね、制限時間は5分間となっております。用意スタート。はじめまして。はじめまして、お会いできて光栄です。本日なんですけど、ピラティスっていうものをちょっと商材として持ってきまして、うん、はい、吉田さん、ピラティスとかってご存知ですか？ヨガみたいな感じですか？あ、そうです、そうです、はいはい、ヨガとちょっと違うんですけど、うん、インナーマッスルですね、はい、体の軸となる部分、はいはい、をちょっとまあ鍛えたりとか、うん、ストレッチしたりとかして、うん、まあ、ダイエット効果であったりとか、うん、年齢の部分重ねていく部分で、はい、まあ、ずっとお若くいれるみたいなところではあるんですけど、はい、ボクシングジムとか、うん、そういったところに通われたこととかってございますかね？今パーソナルジム2つ契約してて、はい、週に3回か4回ぐらいジム通ってますね。あ、そうなんですね、はい、あ、なるほど、ありがとうございます。イメージの方は多分つきやすいかなとは思うんですけど、うん、今回このピラティスっていうところを、はい、あの1人10万といったところでちょっと提示させていただきたくて、はい、もちろんプロの方ご用意させていただいて、はい、こちらちょっとマンツーマンでやらせていただきたいなとは思ってるんですけど、うん、まずこの10万といったところの値段聞いてどうですかね？高いですね。そうですよね、はい、高いなと思ってるんですけど、うん、ジムとか多分通われていると思うので分かると思うんですけど、うん、通わないと意味はないんですよ、うんうん、短期間でやっても意味がなくて、うん、やっぱりここは続けていくことがやっぱり自分の体にも大切だし、はい、もちろんそのまあ経営者の方なので、うん、あのそう継続する大切さっていうところは多分知ってると思われるんですけど、うん、ピラティスってでもなんか機械結構大きいですよね。多分このテーブルより大きいですよね。そうですね、機械自体ちょっと大きくて、まあ、バーっていうところは多分必要にはなってくるかなと思うんですけど、うん、こちらとしてはしっかりもご用意させていただきまして、はいはい、吉田さんのちょっと通われるところもしっかりご用意させていただきたいのはとは思ってるんですね。会社とか家に来るんですか？あ、そうですね、そこはちょっとまあ要相談っていうところではあるんですけど、そこはちょっと迷惑かなと思うので、続けていくことがもう本当に大切なので、うん、常にお若くいられるようにっていうところで、うん、僕の方からお力添えできたらなと思うんですね。なるほど、はい、いかがですかね、こちらの話聞いて、うん、今一応ジムに通ってる理由がちゃんとあって、はい、キングダムとか見てます、はい、キングダム あの王毅将軍になりたくて。あ、なるほど、はい、体を大きくしていきたいんですよ、はい、だからジムに通ってて。あ、なるほどなるほど。ピラティスだと筋肉大きくならないんじゃないかなと思ってて、うん、あ、なるほど、ありがとうございます。もう筋肉自体はもうしっかり大きくされてるってところですね。そうです、そうですね、ありがとうございます。実際ピラティスって、うん、基本男性やるイメージなくないですか？あんまりないですね。ないですよね、はい、女性の美人な方がやってるイメージあります。そうなんですよ、はい、インストラクターつけさせていただくんですけど、うん、まあ、しっかり女性の方で、うん、まずとても美人な方で、はいはい、ほぼまあ女性なので、うん、まあ、その、まあ、環境というか、うん、すごい女性がいる中で、うん、やってもらうっていうところで、うんうんうん、そういった環境もちょっと吉田さんの方にはいいのかなと思ってるんですけど、いかがですかね？月10万円ですよね。そうですね、月10万円なので。何日間通えるんですか？1ヶ月間あたり。あ、そうですね、一応週に2回ということには週2回かなっていて、まあ、多分吉田さん忙しいかなと思われるので。もうパーソナルジムにはまりすぎてて。あ、そうなんですね。これでプラスまた2時間とか3時間ぐらい、うんうん、時間を確保していくっていうのが結構難しくて。あ、なるほど、ありがとうございます。そうしましたらこちらで1時間といったところで、うん、あの提案させていただきます、うん、1時間も短い時間なので、うん、もうその中でしっかりもうプロのアドバイザーつけて、うん、このまあ今後 の,、うん、まあ、その常に若くいるっていうところの抑止であったりとか、うん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 、短い時間で終わらせようかなっていうこちらから提案しておきますので、うんうんうん、1時間といった契約いかがでしょうか？気にはなるから体験は行ってみたいですね。あ、なるほど、ちょっと体験されてからって感じですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。させていただきます。はい、ありがとうございました。では続いて後攻神尾さんの順となっております。制限時間は5分間です。それでは用意スタート。吉田社長、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。すいません、お久しぶりです。お待たせします。はい、今回私あの新しいちょっと提案を持ってこさせていただいて、うん、ちょっと意外だと思うんですけれども、うん、あの吉田さん、ピラティスってご存知ですか？はい、なんか周りで
なんか教えている方がいらっしゃいます。そうですよね、はい、なんかよくインスタグラマー の女の子とかがやってるような姿勢改善だったりとか、うんうん、それのパーソナルトレーニングのご提案に来させていただいてまして、吉田社長ってなんか今ジムとかって行かれたりしてますか？ジムはもう週3から4ぐらい行ってますね。そうだったんですか、はい、だから結構体格いいですよね。そうなんです。前の撮影より多分ちょっと大きくなってます、ね、あ、そうですか、はい、やっぱなんかもうすごいがっちりしてたので。筋トレ始めた理由とかってあるんですか？王騎将軍になりたくて。王騎将軍、キングダムの。キングダムの。でもすごい今似てますよ。本当ですか？本当です。まだちっちゃいんですよね。やっぱどんどん敵をなぎ倒していく、大きい体で部下を守りながら。誰にも負けない。そうですよね。人になりたいです。はい、で、そんな吉田社長に今回ぴったりなのが実はピラティスなんですよ。うん、今回月が10万円で週2回1時間通っていただいて、3ヶ月のコースで通っていただくような形になるんですけれども、うん、はい、今回そのピラティスをなんでご説明したかっていうと、今回私たちの新しい取り組みで3ヶ月間で綺麗な姿勢を作りたいっていう目的がものすごいあって、やっぱ男性の特に経営者とか上の方々って社交の場に行ったりとかすることってものすごく多いと思うんですけれども、その時やっぱ姿勢がちょっとこう曲がってたりとか悪かったりすると、こうがたいが良くてもちょっとこう猫背になってたり巻き肩だったりすると、ちょっと姿勢が悪くなったりとか印象があまりよろしくないじゃないですか。それを改善するのが今回ピラティスなんですけれども、姿勢についてどう思います？いや、そうなんですよ。巻き肩でトレーニングの時も結構フォームが大事って言われるんですけど、そうですよね、僕胸骨がめちゃくちゃ硬くてガンダムみたいに動かないんですよ。本当ですか？なんで柔らかくしていかないといけないなっていうふうに思っていて。そうですよね、ちょうど気にはなってました。そこでこう私たちのピラティスで姿勢を改善して、フォーム改善することによって筋肉も大きくなりやすくて、さらに姿勢も良くなりますし、3ヶ月間栄養バランスの完全に取れたお弁当を3食吉田社長にお送りして、それも家で食べてもらうことによって、それも改善されて、まあ姿勢も改善されて、今行っているまあパーソナルの方はまあ引き続き行かれても全然大丈夫ですので、そうすると効率よく筋肉を大きくされていって、まあ王騎将軍のようなかっこいい男になれるという、そういったプランになるんですけれども、いかがでしょう？なるほど。いや、ピラティス前気になって、あ、本当ですか？結構調べてた時期はあって、はい、エニタイムみたいな施設とかもないから、はい、どっかで自分 でやることもできないし、ってなったらヨガの方がいいんじゃないかなと思って、機材 の場所も取らないし、はい、家でなんか動画見ながらできたりするし、まあ、体の柔軟性だったりとか、まあ、呼吸を整えるとかよくやられてると思うんですけど、ヨガもものすごくいいと思います、ただ今回ピラティスっていうのが先ほど女性が多いじゃないですかっていう理由は、まあ、今回マンツーマンでやらせていただくので、そこの周りの目が気になったりとかは、そういったものは全然大丈夫なような形になっておりまして、ピラティスってやっぱり腰周りの筋肉をものすごく鍛えることによって、体幹が安定して、王騎将軍も馬に乗ったまま戦うって、あれ腰の筋肉がとか下半身がしっかり安定してるからこそできる諸行であって、まあ、そういったものを目指すにはやっぱりピラティスが一番良くて、それにプラス食事制限、食事もしっかりお弁当がついてくる、で3食3ヶ月届くので、まあ、1食3000円ぐらいが10万円になるんですけれども、それでトレーニングもつくという形のご契約になっておりますので、今回かなりお得なご提案になってますので、ぜひ新しい試みとして最初の一人のロールモデルとしてぜひご契約いただきたくてお願いいたします。即決が難しくて、そうですね、っていうのもやったことがないから、ちょっと一回体験してから判断したいっていうのがあるんですよね。わかりました。そしたら1日だけ今回ちょっと体験していただいて、姿勢が変われば。時間となりましたので終了させていただきます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。吉田社長、お願いします。お二人ともお疲れ様でした。お疲れ様です。はい、それではですね、社長方にお二人の営業を見ていただいて、どちらの営業が良かったのかを発表していただきたいと思います。せーの、ですね、プロの神尾さんが3票、僕も半分でした。はい、栗原さんが1ですね、はい、ということで神尾さんの勝利となります。おめでとうございます。ありがとうございます。お選びいただいた理由をお聞きしていきたいと思います。まず、茂木社長、お願いいたします。はい。僕、4-0でプロかなと、実は思ってて、はい、いや、神尾君、ベスト営業じゃないですか。いや、今までの中で、と思いました。はい、まあ、初めて聞きましたけど。ありがとうございます。はい、すごく分かりやすいというか、ちゃんとニーズを聞いて、状況を聞いて、そこに対してヒットする、提案ができてたので、まあ、提案の内容自体は、まあ、スタンダードっちゃスタンダードですけど、まあ、論理展開というか持ってき方は非常に、はい、分かりやすかったかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、栗原さんの方は、多分口は結構回るので、
慣れれば営業的にもすぐうまくなるんじゃないかなと思うんですけど、結構論理展開はむちゃくちゃだったので、うんうん、やっぱその辺のこう頭の整理みたいなのをもうちょっと慣れた方がいいかなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それではプロの小宮さん選ばれた由井社長お願いいたします。はい、ありがとうございます。プロはなんか欲しいなって思う回答をしっかりいただける、要はピラティスだと筋肉つくんですってアプローチじゃなくて、姿勢だったりとかなんかそういったところに対して今まで見てなかったようなアプローチをくださるのがなんかクリティカルに刺さりました。ありがとうございます。で挑戦者の栗原さんは元気の良さでどれだけ売れるかだったのかなと思っていて、なんかうまいこと言おうとか丸め込もうとかっていうなんか欲がちょっと見えちゃいました。なんかそれが、うん、どうしてもちょっと札を上げられなかった理由です。はい、はい、以上です。ありがとうございます。それでは半々で挙げられた田代社長お願いいたします。そうですね、まずそのプロの方になるんですけど、まあ、導入いただくまでに至らなかったなっていうところがまずクロージングの部分で課題があったのかなと僕は思ってますと。であとは提案の部分ですね、多分飯田君とか、伊藤君とかを見ていると、多分例えばじゃあキングダムの王騎将軍になれるピラティスのコースがあるんですけどって言ったら多分契約したかもしれないなと思うんですよ、うん、伊藤君とかはすごいもうトリプルウィンみたいなところを考えて言ってきたりするんで、まあ、そういうところの幅はプロにももうちょっと欲しかったなっていったところと、ちょっと山本社長今日いないんで営業の種類について求職者の方で言うと、結構説明が茂木社長との会話の時もうまく返せてない時があったんですけど、多分単一商材の決められたものを淡々と話す場合は話せそうな印象が持てたのと、あと結構年齢層が高いおじいちゃんとかおばあちゃんって話聞いてほしいんで、すごい話聞いてあげそうなタイプなんで、そういう営業だったら向いてそうだなっていうところは少しだけ思いましたっていうので、うん、まあ、半分にしました。半分ということで、はい、ありがとうございます。それでは最後に会長も半分半分入れられました、はい、僕はね、どちらもあまり良くなかったなっていう判断なんで、見解なんですよ。で、まあ、良くないところで言うと、金額の提示の時に最初から高いですよねみたいな要は先入観つけちゃうじゃないですか。だってピラティスの値段ってそもそも知らない可能性あるじゃないですか。20万って提案をして高いですよねって、でも今キャンペーンで10万円ですなら分かるんですよ。そしたら安いんじゃないかっていう錯覚というか感覚にはなるんで、でも10万円高いでなんで最初からそのハードルを高くするのかなと思って、高いところから落としていくことによってお得感を出すとか、そういうところはテクニックがお互いなかったんで、プロはやっぱりそういうところをもう少し勉強するべきなんじゃないかなって最近思ってるんですよ。プロならプロなりにその価格を言う時のテクニックとかももう少し工夫してほしいなと。はい、ありがとうございます。ただ求職者の方は多分他社の社長もちょっと感じたと思うんですけど、雰囲気持ってるんですよ、うん、最初のもう本当30秒ぐらいのアイスブレイクぐらいの時から声のトーンとか話し方とか落ち着きっていうのは20歳にしては、うん、営業マンの資質あるなと思ったんで、テクニックとかもう少し経験積めばきっと、いい営業マンになるんじゃないかなと思いました。才能はありそうって感じです。バカって自分で言ってたけど、いや、そんなことないですよ。才能あると思うんで、うん、努力すればいけます。ありがとうございます。それでは以上の結果により、プロの神尾さんが3票、栗原さんが1票ということで神尾さんの勝利となります。改めておめでとうございます。では会場を移動して最終ジャッジを行ってまいります。話し方などで営業マンの資質はあると言われたが、神尾プロに敗北となってしまった。才能はある、この言葉を武器に次のアピールタイムでは採用を勝ち取ることはできるのか。どうしました、人の顔見て笑うだなんてすごい失礼、田代社長で、あっちの顔見て笑いましたよね。なんかさっきの時に社長方いいですかっていう時に、なんか前に誰も返事なくて返事しましょうねって思い出し笑いしなかったからちょっとね思い出し笑いしただけです。返事は大事ですからね。そうです。それではどうぞ。では着替えてきてもらいましたか、社長方何か印象変わった等あれば。時計ね、成功
あ、これ成功です、はい。成功をつける二十歳とかあんま見たことない。結構ママおじさん時計です。ヨドバシカメラで買いました。買ったんだ。え、はい、自分で成功チョイスしたんだ。そうですね。そうです、大谷選手が成功と契約してるっていうのもあって、あ、そうなんだ。それもあるので、なるほどね、はい、買いました。これ久しぶりに出たんですけど、こういうお着替えタイムみたいなのが今あるんですか。あ、そうです、そうです。あ、そうなんですね。今も私服になって、はい、そのセンスじゃないけど、その普段の本人を見てもらおうみたいなところで私服になってもらってるんですけど、意外とみんな個性出さないんですよね。そうですね、うん、ちょっと置いてきますよね。うん、そうそう。普段もそんな感じなの、ファッション自体は。僕ポロシャツが大好きで、うん、結構普段もポロシャツ着たりするんですけど、うん、ポロシャツでしっかりピチッと着て、そのなんだろう、かっこよく着たい、なんか爽やかさをしっかり出せるようにっていうのはイメージ意識、ね、意識はしてます、うん、はい。なるほどね、ドジャースのユニフォームで着てほしかったな。あ、そこまでなんだ。でも納得する。はい、普段もこれですって言われたら。そこまでの勇気はなかったです。すみません。髪型とかも含めて、何ですかね、第一印象の部分で意識されてるのはどんなところですか。でもやっぱ筋トレしてるので、やっぱ大きく見せたいっていうのは正直あって、うん、やっぱそのまましっかり自分のガタイを表現できるように、まあ、こういうポロシャツだったりとか、普通の T シャツも普段着るんですけど、うん、結構ちょっと小さめのを買ってピシッと着たいっていうのはありますね、はい。なるほど。まあお金の部分に結構最初からこだわりがあったんだけど、それの理由ってあるんですか。自分の同級生で、うん、大学入って中退して働いてる子がいるんですけど、うん、その子も営業職やってて、でその子はあの大手不動産協会の会社に勤めてるんですけど、やっぱ話聞くと、まあ、いろんなところに遊びに行けたりとか、自分のしっかり住みたいところにもその友達は住んでるし、うん、ご飯行こうってなった時に連れてってもらえるお店もやっぱり高級だったりするんで、あ、自分もこうなりたいな、ちょっと稼ぎたいって欲がやっぱり自分の中で強くなっちゃったのかなとは思ってます。うん、はい、よくない影響の気がする。浅いな。よくないその影響だって。そういうことか。僕もたまには高級店行きますよ、今の年になれば、はい、でも二十歳の時とか20代でその高級店に行ったりとか、自分の住みたいマンションなんか住もうと思わなかったですもん、はい、お金貯めてこれを事業に投資するんだと思って、本当に食費もゼロにしようぐらいの気持ちで20代やってたんで、はい、良くないですよそのマインド。わかりました、はいはい、ろくな人間になる気はしないです、はい。うん、僕はね結構逆で、まあ、逆でもないんだけど、まあいいんじゃない、二十歳らしくていいかなと思うのよ、うん、そう、うん、若い頃なんてもうね、そんなことばっか考えてるんですよ、はい、それ正直でいいと思うんだけど、簡単に折れそうな理由だよなって思っちゃう、はい、うん、お金が欲しい理由がね。その友人の方と食事行くときは大体出してもらってる。そうですね、基本的には、まあ、全額ではないですけど、 ある程度やっぱり多く出してもらったりとか、はい、してますね。同い年なの。はい、同い年。あ、まあ、あのもし栗原君が金持った時のために一応言っとくけど、はい、絶対やめた方がいいよそれ。うん、マジでやめて。絶対友達なくすよ、うん、はい、それやってると。もう茂木さんとご飯行ってもどっちかが出してってことあるけど、まあ次は俺ねとか、はい、地元の友達とご飯食べても何食っても割り勘ですよ、はい、うん、俺が出してやるよ稼いでるからみたいなマインドがもう僕の中ではくっそダサいなと思いますよ、うん、俺今でも地元 のハンバーグ屋さん友達と毎月行くんだけど、はい、800円ぐらい定食なんですよ、うん、そこ割り勘で一緒に行くんだけど、それでいいじゃん、はい、別に何のためにそんな高級なところに連れていくのかなって、稼いでない友達を、はい、って思いますよ、はい、うん、僕が20歳の時が美容師やってて、もともとその時の手取りが14万円とか15万円ぐらいで、稼いでる友達とかも周りにいて、食事行った時にやっぱ出してくれようとするんですけど、ふざけんなと思ってて、だからなんか今ってそれをされていて悔しいと思うのか、ありがとうっていう感じなのか、本心どっちですか。正直自分は悔しいと思ってます、うん、やっぱり同級生で、まあ払ってもらうのはやっぱありがたいけど、なんで同級生に払ってもらうんだろうっていうのは自分の中でやっぱり持ってて、でもやっぱ現実はやっぱその子の方がやっぱり、まあ、社会人だしっていうのもあって、正直やっぱ悔しいですね、出してもらうっていうのは。うん、田代さんはいかがですか。まあ、20歳になるまでにだいたい統計学でいうと14万8千回マイナスの言葉を受けて人って育っているので、あなたにはできないよって例えばお母さんに言われるとか、うちはお金がないからとかちょっとわかんないんですけど、その14万8千回を聞いてると自分はバカなんでみたいな発言とかにつながるところはあるんで、20歳から先は逆に超えた場合って自分ならできるとか
まあ、俺は天才だとかっていうふうに思った方がいいというふうに、まあ、友達がおしゃれするようなシーンとかには、まあ、行かないようにするとかです、はい、多分そういうこともできるのかなと思うので。ありがとうございます。最後のアピールの時間となりましたので、最後社長方にアピールをしましょう。はい、うん、本日は僕のことを聞いていただきありがとうございました。この場に立って、まあ、いろんな刺激というか社長さん方にアドバイスもらったりとか、今まで気づけないようなところを教えていただいたので、まあ、それのことをしっかり自分の中に落とし込んで、でまずここにはまあ社長さん方にまあ内定をいただきに来たので、今後のこともしっかり考えていこうかなと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございます。では社長方、最終ジャッジをお願いします。では茂木さん、お願いします。はい、25点で採用はするです。はい、25点に関しては、まあ、ちょっとまあ明らか準備足りんよねと、はい、もうそれだけですね。はい、で栗原さん、最初なかなか中身が見えなくて、僕なんか薄っぺらいのかなと思ってたんだけど、意外と最後の方で思ったのは、結構自信ありげにルックスは見えるけど、コンプレックス抱えてます、いろいろ。そうですね、うん、やっぱ気持ちの部分でやっぱりなんかネガティブになってしまったりとかが多くて、ね、うん、はい、成功するやつってコンプレックスの塊なんですよ、基本的にと僕は思ってます。それが強ければ強いやつほど、それをバネにしてガンと伸びれると思って、多分栗原さんはそれがあると思うので、根のポテンシャルはあると思うので、僕は結構楽しみですけどね。実はいろいろ厳しいこと言いましたけど、いいんじゃないでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではお願いします。はい、50点で採用しないです。ちょっと今日の1時間だけだとどうしても良さを見抜けなかったっていうのがあって、多分これから伸びしろ多分すごくあるんだろうなっていうふうに思ってるんですけど、ちょっと今の段階だと受け入れられないなっていうふうに思いました。はい、はい、以上です。ありがとうございます。では田代さん、お願いします。はい、同じなんですけど、50点でしないにさせていただいてますと。やっぱちょっと自己分析の部分がすごい浅いかなっていうところだったので、まあ、ちょっと20歳っていうところもあるので、まあ、これを機にものすごいなんで稼ぎたいのかとか、なんでそうしたいのかっていうのをもう少しご自身の中で本当に何十回ってブレイクダウンして出てくる答えにたどり着いていただいた方がいいのかなと。まあ、大谷さんも多分やられてると思うんですけど、すごい細かい何したいかっていうのを書いてるやつがあると思うんですけど、そういうのをご自身でやられた方がいいんじゃないかなというふうに思いましたというです。はい、はい、では最後、三浦会長、お願いします。30点採用はすっげえ難しくて、しないって最初書いたんだけど、やっぱりやめたんですよ。決めてもらっていいですか。実力あるから採用するで俺が書くか、自信がないからしない、どっちがいいですか。実力あるから採用するでお願いします。じゃあするでいきましょう。あなたに足りないのはなんか自信と、多分なんか本当に落とし込めてないんで、まあ、そこまで君が言うならしましょうってするで、はい、うん、本当にもし採用してね、内定決まってうちで働くことになったらマジで自信持って頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では今回は茂木さんと、三浦会長のところで内定が出ました。おめでとうございます。ありがとうございます。では、今回2社で内定がいただけたので、この場でね、どの会社にするのかを決断していただきたいなと思います。はい、三浦会長、よろしくお願いします。はい、また振られた自分で言わせたから俺、はい、これは取れるぜって思って、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。頑張ってね。はい、ちなみに会長を選んだ理由を最後お願いします。はい、いろいろ会長に言っていただいたことがなんか自分の確信つかれたというか、何が今足りないのか、何が必要なのかっていうところを改めて教えていただいて、で今の採用するしないもやっぱ自分の全て意思なので、意思決定という部分がやっぱ自分課題だと思ったので、そこをちょっと会長に後押しされたなと思って、会長の下でやっていきたいなと思いました。あなたが決めたわけなんだから、はい、頑張んないといけないもんね。はい、うん、まあ、そういう状況に自分を持っていくことは大事だしね。はい、ありがとうございます。では改めておめでとうございます。お疲れ様でした。次回の求職者は、と私の夢はかっこいいリーダーになることです。影響が本当に受けてます。何のメリットがあるか分かんなかったんですよ。かぶりたくなくて、個性をそこで出す必要ないと思う。失礼します。